そろそろ音旅ラジオ始まります。今日は久しぶりにユーストリームも開始します。おはようございます。6月23日金曜日、音の葉ことの葉音旅ラジオ、今日も元気にスタートです。パーソナリティのさこです。はい、皆さんおはようございます。いかがお過ごしでしょうか。1週間ぶりでございますが、はい、皆さんね、待ちに待っていた待ちに待ってた梅雨明けですよ。沖縄気象台は22日沖縄地方が梅雨明けしたとみられると発表しました。あー、ようやくだね。今年の梅雨明けはですね、平年より1日早く、去年より昨年より6日遅かったそうで、梅雨入りは5月13日で、梅雨の期間は40日だったそうです。結構雨ね、後半降りましたね。もうね、昨日から暑いよ本当に私はもうエアコンつけてなかったんだけれど、昼間はできるだけね、自然の風で過ごそうと思っていたけれど、昨日はそうはいかなかったね、暑くてね。もう夏到来ですね。今年もね、熱中症にはね、くれぐれも気をつけながら、楽しく夏を過ごしていきましょうね。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは fm792@fm-nirai.jp。 もう一度いきます。 fm792@fm-nirai.jp までお待ちしております。そして FM ニライのホームページからもですね、リクエストフォームとありますので、そちらからリクエストもお待ちしております。そして私、サコはですね、ツイッターやってます。ツイッターアカウントそらサコで検索してみてください。はい、ツイッターの方にね、いただいたメッセージも紹介していきますよ。そして今日は珍しくユーストリームの映像配信も行っております。はい、本当に珍しい、何ヶ月ぶりかしら、はい、というわけでね、映像の方もご覧いただけますので、よかったらクレスト沖縄で検索して、見てください。 FM ニライの方で、ユーストリームで映像配信も行っております。さあ、今日は、はい、6月23日ということでね、慰霊の日ですね。そうですね、再放送でお聞きの方は日曜の夜に、聞いてるかと思うんですが、この番組生放送は6月23日金曜日のね、朝9時から行ってます。はい、というわけでね、今日の沖縄タイムスの、一面なんですが、素晴らしい写真がね、掲載されてます。沖縄のね、那覇市にあった、市場の様子が撮影された写真なんですけれど、その写真、82年前の写真ということでね、その写真を白黒2枚掲載されてるんですけど、1枚はね、白黒の写真なんですね。で、その写真をですね、人工知能を使って、もう AI ですよ、 AI を使ってね、自動で色付けした写真を現地の資料などから補正したという写真をですね、補正したという写真が1枚あるんですが、この写真が素晴らしいの。当時の沖縄ってこんな感じだったんだっていうのがね、本当に鮮やかに蘇ってて、沖縄のね、当時の暮らしというのがもう本当にね、伝わってくる1枚です。これユーストリームご覧の方にはね、見えますかね、ユーストリームご覧の方にちょっと見せたいんですが、見えますかね。
この写真なんですけれどもね、写真は35年に大阪朝日新聞の記者が撮影、朝日新聞大阪支社に大量のネガが保存されていた、戦前の沖縄の写真の多くは消失しており、大変貴重な写真群ということで、はい、これからまたこの写真がね、どんどん、この保存されていた、保管されていた写真がね、どんどんこうやって、補正されてね、色がついていくのかなと思うと楽しみですよね。この写真、着物を皆さんね、やっぱり着てるんですよね。市場の様子なんですけどね、で、裸足の、女性もいれば、下駄のような、下駄でしょうね、下駄を履いている女性もいますし、で、でもね、ちょっと不思議な一枚があって、女の子、小さい女の子が写ってるんですけど、その女の子はね、なんか着物ではなくて、こうなんだろうね、洋服のようなワンピースのようなものを着てるんですけどね、その感じがまた不思議なんですけれど、で、そうですね、あとは昔のこの結い方っていうのかな、沖縄の女性の髪の結い方ありますよね、独特のね、そういうのがね、はっきりとこう分かる写真なので、本当に素晴らしい一枚ですね。はい、皆さんよかったら、今日のね、沖縄タイムスの写真、沖縄タイムス、ご覧いただければなと思います。さあ、そういうわけで今日は、慰霊の日ということでね、ちょっと今記事をもう一つ紹介したいんですが、さっきちょっと記事を開いていたんだけれど、はい、今日は23日ということでね、県内各地でいろんなこう催し物がね、開かれると思うんですけれども、そうですね、ちょっとどこ行っちゃったかな、さっき私言っては印をしていなかったからどこに行ったかね、紹介したい記事があったんですけれど、はい、まあちょっとまた見つけ次第またね、紹介しようかなと思います。はい、さあ、そういうわけでね、今日は1曲目この歌をね、お届けしたいと思います。慰霊の日ということでね、本当にこれからの、ね、世界が、平和でありますようにというね、地球が平和でありますようにという祈りを込めてね、この歌をお届けしたいと思います。小蛇美佐子さんでアメイジンググレイスなんですが、沖縄の方言でね、歌ってらっしゃるので、ちょっと本土の方ね、この番組本土の方も聞いてくださってる方いらっしゃるんですが、少しだけ訳しますね、最初の部分だけ。ちょっと沖縄の方言、私ね、得意じゃないんですよ、島言葉得意ではないんだけれど、ちょっと読みますよ。くぬふしに生まり、くぬふしにすだち、なふんくぬふしゆちゅらくあらな。はい、これは、この地球に生まれ、この地球に育ち、どうかこの星がいつまでも美しくありますように。はい、小蛇美佐子さんでアメイジンググレイス。はい、今ラジオの方では、小蛇美佐子さんの楽曲をですね、お届けしております。ユーストリームでごめんなさい、著作権などのね、問題ね、ちょっと、音楽を届けできないので、音楽聴きたいなという方はね、ラジオの方を聞いてください。そう、さっきの、そう、私はもうどこに持っていったかね、さっきの記事がないさ。あとは、はい、音訳ボランティアグループさんの、コーナーになりますよ。
私髪を切ったんですよ。結構短く切って久しぶりですね、この長さになるのは。もう最初はね、家族から非難ごうごう。なんかさらに老けたよとかひどいとか思うんだけどね。もうただでさえね、今もうね、体重がもうかなりマックスな方にね近づいていると言うのに余計にショートにしたからね、ぽっちゃりがかなり浮き上がってるよというね。まあもうしょうがないさね、これね。さあ、そういうことでね、もう髪を切って、夏至の日にね、ヘアカットしたんですよ。夏至の日、そう夏至の日になんかね、こうよし、なんか今日新たにまた気持ちを切り替えてね、行こうかななんて思ってね、もう私ね、しょっちゅうダイエット宣言とかしてるんだけれど、なかなかうまくいかなくって、でその何かのこの区切りのいい日とかね、そういった時とかにね、もう一回こう誓い新たにみたいな感じでね、何度でも挑戦してるんですけど、だいたい3日ぐらいで3日坊主でね、ダイエットなんかも終わっちゃうんですけど、でもね、そうね、最近はやっぱりこの間友達と会って、もう40超えると美容のため のダイエットというよりも、私はですよ、私は美容というより もう健康のためのダイエット、とにかくこう健康の私ね、そうこの間健康診断でちょっとね、悪玉コレステロールの値が高かったんですよ。だからね、やっぱしっかり気をつけていかないとななんて思って、やっぱり大事よね、健康ってね、普段気づかないからね、健康な時ってあまりこう感謝するの忘れたりするんだけど、実は動けたりすることってのは本当に本当に大切というか、もうすごくありがたいことでね、というわけで私はね、とにかく健康のためにダイエットをね開始しております。あ、そろそろ曲がありますね。お届けした曲は小蛇美佐子さんでアメイジンググレイスでした。今日慰霊の日ということでね、23日、慰霊の日、多くの住民を巻き込み凄惨な地上戦が繰り広げられた沖縄戦の、組織的戦闘の終結から72年を迎えたということでね、今日県内各地でね、不戦とこう高級平和を、願うね、誓う催し物が営まれると思うんですが、はい、そうですね、今日はこのあと12時からね、皆さん、黙祷を捧げましょう。さあ、では、次のコーナー行ってみましょう。次は、北谷町で活動している音訳ボランティアグループそらさんが、広報北谷6月号より、気になる、話題や記事をですね、取り上げピックアップしてお届けしてくれます。
音の葉ことの葉音旅ラジオ、今日も FM にらいのスタジオから生放送にてお届けしております。日曜の夜にお聞きの方は再放送で、お聞きいただいております。はい、さてここからは私のただただひたすらユンタク反タクするコーナー、アマハジでユンタク反タクのコーナーでございます。最近ね、パソコン壊れたから原稿がもう原稿とかも全部データを失ってしまったということでね、今まではこういうアマハジでユンタクなんかもね、文言なんかちゃんと作ったりしてやってたんですけれどね、もうこれはいい機会だということでほとんどねフリーで話しております。でもその方がなんかね、もうなんだろうね、私らしいかなと思ってね、はい、ちょっとねお聞き苦しい点もあるかもしれませんが、まあ私サコということでね、ちょっとその辺は笑ってごまかして許してください。さあ、そういうわけでね、今日は一冊の絵本を紹介したいなと思います。でもね、絵本っていうよりも絵本じゃないですね、これは詩集になる、詩になるんですけれどね、谷川俊太郎さんの、詩で生きるという詩があるんですけれど、その詩がですねにこの絵がついていてね、絵本みたいな感じになってるんですけれど、この本が本当に素晴らしくって、もうこれはリスナーの皆さんに紹介したいと思ってね、今日は持ってきました。まあ皆さんね、生きるという詩はわかるかもしれないんですけれど、一応ちょっと読んでみましょうか。その前にそうね、この絵本のね素晴らしさも伝えたいんですけど、絵をですね岡本義郎さんという、方が絵を担当されているらしいんですが、それがとてもいいんですよ。そうですね、今ユーストリームご覧の方にはご覧いただけるかと思うんですけれどね、これはそうですね、表紙なんですけれども、団地ですかね、団地なのか、まあ、マンションなのか、そういった絵を外から捉えている、絵なんですけれど、その絵がね、なんか布団が干されていたり、洗濯物干してたり、あと外を眺めている人がいたり、あとね子供たちがお母さんに話しかけているような、そんな絵がね、一枚の絵がドーンと表紙にあるんですけれど、それだけでもこう生活っていうのが伝わってきてね、いいんですよね。はい、で、はい、その生きるという詩にね、一枚一枚こう絵がねすごくよくて、公園の写真だったり、子どもたちがねただもう遊んでいる絵が描かれていたり、あと家で女の子が、鏡を見ながらね、小さい女の子がお母さんのアクセサリーかな、そういうのを、着飾ってちょっと楽しんでたりね、で外ではそのお庭の方では男の子が棒を持ってね遊んでいて、でおじいちゃんが一緒にこうひまわりに水をやっている、そんな本当に日常のね本当にどこにでもあるかもしれない、そんなに小さなね、日常の一枚が絵としてねこうたくさんの絵がこう描かれてるんですけど、もう本当にそれだけでも何だろう、伝わってくるものがあるんですよね、絵から。もう本当にその生活の香りまで、匂いまで伝わってくるような感じで、はい、もうぜひね書店に足を運んでね手に取ってもらいたいなと思うんですけれど、谷川俊太郎さんのその生きるという詩ですけれども、これ全部朗読はちょっとできないので、少しね初めの前半の方だけちょっと朗読してみますね。生きる、谷川俊太郎。生きているということ、今生きているということ、それは喉が渇くということ、木漏れ日が眩しいということ、ふっとあるメロディーを思い出すということ、くしゃみをすること、あなたと手をつなぐこと、
生きているということ、今生きているということ、それはミニスカート、それはプラネタリウム、それはヨハン・シュトラウス、それはピカソ、それはアルプス、すべての美しいものに出会うということ、そして隠された悪を注意深く拒むこと。はい、ちょっと前半の部分だけ紹介させていただいたんですけれどね、この生きるという詩がね、本当にずしんと深くね、日常のこと、当たり前のことだったりする、そういったことがね、そうだよね、それが生きるってことだよねって、とてもね、シンプルなんだけれどすごく深くて、詩なのでね、読んでる側がね、やっぱり捉え方それぞれ、100人いれば100人の捉え方があると思うのでね、何とも言えないんですけど、ぜひね、あなたのそのあなたにはどう捉えるのかね、その生きるということね、ちょっとね、ぜひ感じてもらえたらなと思うので、ぜひ皆さん本屋のさんの方でね、そうですね、タイトルは生きるで、谷川俊太郎さん、詩岡本芳郎さんへということでね、今ね本屋さん行くと結構平台にこういっぱい積まれてたりするんですよね。はい、ぜひ手に取ってみてください。はい、さあ、本当にこう、そうですね、帯の部分があるのでそこをちょっと読んでみましょうか。はい、帯の文、そこで何が起こっていても、誰が何をしていても、その短い時間の中に永遠をはらんでいる。はい、そして裏表紙の帯の部分なんですが、こちらは谷川俊太郎さんのですね、生きるを書いたのはもうずいぶん昔の話です。まだミニスカートが新鮮に感じられた頃で、若い女性の写真と一緒に雑誌に載ったのを覚えています。テーマを考えて書いたわけではなく、言葉は力まずに自然に出てきたように記憶しています。それが今も様々な形で繰り返し人々に読まれているのは、よかれあしかれ自分が生きている今ここ、今ここのリアリティに、歴史から離れた、いわばものの哀れを感じる、日本人の感性に訴えるところがあるからではないでしょうか、というね、帯が説明がされてるんですが、皆さん興味がいたらね、ぜひ、足を運んでみてください。それでは、今日はそう、突然ちょっと話が変わるんですけれどね、今日はユーストリームでも映像配信してるんですよ。もう珍しいんですけれど、今回からね、できるだけユーストリームでも放送していこうかと思います。というのはメッセージ届いていまして、こちらは、キラキランチュさんからですね、ありがとうございます。お久しぶりです、サコさん。はい、お久しぶりです。いつも番組聞いてますよ。北条先生の話、いつもと共感しながら聞いています。番組は最初から YouTube にアップしないんですか？いつもお昼に聞いてるので番組の最初から聞きたいな、ということでね。はい、ありがとうございます。そうなんですよね、再放送は日曜日の夜7時から行ってるんですけれど、この番組 YouTube とかではやってなかったのでね、今回からそういった意見もあったので、ちょっとね、取り上げて、その